未来予測ユーチューバーの岡本昭宏と申します。本日もよろしくお願いいたします。えー、本日は令和2年、一、えー、1月9日木曜日、22時59分になっております。えー、緊急にちょっとご連絡に、あ、緊急連絡ですね、ご連絡、で連絡させていただきます。いろいろ私、 まあお悔やみとかですね、仕事が多忙になりまして、え来、来週いっぱいですね、ちょっと放送の方が中止になります。え、本来は10日に、10日過ぎあたりに一本出したかったんですが、都合によりということでご容赦いただければと思っております。その翌週ですね、 1>, 1月の20日または21頃まあその前後にですね次の動画本来であれば今年最初の動画のネタだったものを流す予定だったものをですね流させていただきたいと思っております従いましてあのその間空きますがあの決してあの皆さんあのあの岡本どうなったのかとかそういうことはございませんので ただ忙しいということなのでご容赦いただければと思います。ではよろしくお願いいたします。では終わります。